どうも赤星です。こんにちは。まあ、新型コロナウイルスの、まあ、ちょっと影響でちょっとラーメン屋さんに行くのはやっぱり自粛しなきゃいけないかなって今思ってまして、理由としては、まあ、2,3 あるんですけども、僕が行くことによってね、もし僕が陽性だった場合にそのお店の方にも迷惑かけちゃうし、並んでる方にも迷惑かけちゃうしっていうのがまず一つ。それから二つ目に、その動画を上げたことによって次の日にそのお店にわーっと人が押し寄せてしまうっていうことも今ちょっと現状的には良くないと思ったんで、ちょっと一旦ね、お店に行ってラーメンを食べるのは一旦自粛しようかなと思ってます。でその代わりに、まあ、お家でできる二郎系の、まあ、メニューだったり、カップ麺だったり、それからアレンジしたおかずだったり献立をちょっと作ってって配信をしばらくしていこうかなと思ってますっていうお知らせなんですけども、こっから本題みたいなすごいね、悩んでることがあって、はい、何をもってよし、じゃあこの日からお店行きますっていう風になれるかって予想なんだけど、多分数週間じゃ終わらないじゃないですか、多分この感じ、はい、でしょ、まあそうですね、だからどのタイミングで OK かどうかっていうのがすごい難しくて、今もしかしたらこの動画に対してね、いやいやと別に行ってもいいんじゃないかっていうコメントが来たりするかもしれないし、はい、まあ行かないのは当然でしょう、ずっと正解だぞそれは。そう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 、だから答えがちょっとまあ今ない状態なんで、難しい問題ですよねこれ。そうっすね、見てる方もこんな動画が見たいなっていうのがあったりしたら、そう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 、もう受け付けますんで、これはもう皆さんと共にちょっと乗り越えていきたいなみたいなことは思っております。なるほど、まあ家にいてもね、ちょっと飽きないようなね。いや、そう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 、はい、まあ宅麺とかがやっぱりすごくいいなと思ってるんだけど、あ、そうですね、まあ、今でも軒並み売り切れてるんで、あ、結構ね。ああそうなんだ、やっぱ逆に言うと、もしラーメン屋さんの店員さん見てる方いらっしゃったら、もうチャンスですこれ、チャンスなの、買いまくりますよ僕、もし出してくれたら買いまくります。もう買い占めはちょっと、あ、いやそういう意味じゃないけどそういう意味じゃないけど、種類をたくさん買うんじゃなくて、そう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 、あと一部のお店ではやっぱりお店で食べるのをもう休止して、お持ち帰りのセットを売り出してるみたいなお店もあるので、はいはい、まあ、あんまり外出は良くないけど、まあね、まあ、どうしても出なきゃいけない時に近くだったら立ち寄ってみようかなみたいなのは、まあ、なくもなくもないのかな、なくもなくも、それはちょっとゆっくり検討していきます、はい、で、まだあとストックがちょっとだけ、1本2本残ってるんで、それはちょっと上げて、まあ、今言っちゃうと幕中さんなんだけど、うん、幕中さんが多分2本だけ上げる、それが一旦のラストです、はい、近日上がると思いますんで、今後とも赤星マシマシ TD、 赤星マシマシ TD、 なんで最後に噛むんだTD 赤星マシマシ TV をよろしくお願いいたします。以上です、ありがとうございました。Thank you.